なるほど。すいません。そろそろ帰りましょうか。Thank you.
はい。それじゃあ、また。先輩。それじゃあ、また。はい。
それじゃあ、また。お兄ちゃん。やったー。
そ。なるほど。ありがとうございます。はい。
行きましょう。
白金家の秘書の薬師寺と申します。その節は大変失礼いたしました。僕からも本当にすみませんでした。知らなかったとはいえ、こんなことにあなたを巻き込んでしまって。全部おじい様の仕組んだお芝居だったんです。お旦那様はここ近年の直人様のご様子に大変お心を痛めておられました。心を許せる知己もなく、仕事に没頭されるばかりの直人様、お旦那様は直人様に昔のようなお心を取り戻していただきたかったのです。白金も性別もなく、ただ探偵というものに憧れておられた頃の思いを。あなた様を信頼できる方と見込んで、この件にお引き込みしたのは私の一存です。どうぞお許しください。これさっき薬師寺さんにもらったんです。最後の挑戦状らしいですよ。あなたの好きな場所であなたの苦手なことをしてきました。ただし中ではなく、そこの裏側にあります。僕の好きな場所。覚えててくれたんですか。この町で高い場所といえば、きっと高台です。次は苦手なことですね。これはまあいろいろありますけど、そうです、僕言いましたっけ。高台にあるものと考えれば
おそらく答えはゴミ箱でしょう。中身の見当はついています。行ってみましょう先輩。存在そのものを忘れてましたよ。七つ道具の最後の一つ、探偵手帳です。今の僕が忘れかけているものがここには全部詰まってる。おじい様はきっとそう言いたかったんだと思います。子供じみたゲーム、本当に勝手ですよ。今さらこんなことを思い出させるなんて。僕は必死で侮られないように、見下されないようにって頑張ってきたんだ。この町の殺人事件を解決すれば今度こそ認められるって。代々探偵として活躍してきた白金家の第五代目としてちゃんと認められるって。そう思い込んでたんです。僕はただ認めてもらいたかった。僕を必要として欲しかったんです。だから焦っていつも背伸びして解決することだけにこだわってた。でも僕が探偵になりたいと思ったのは、そこに謎があって、そして困っている人がいるから。ただそれだけだったのを思い出しました。覚えてますか？僕はテレビの中で一度自分と向き合った。いていい意味が欲しいと叫ぶ自分を僕は受け入れたはずだった。でも僕のいていい意味は事件を解決することだけじゃない。皆さんや、あなたが僕に居場所をくれたんだ。僕にいていい意味をくれた。大人でなきゃ、男でなきゃ、そう思い込むことで自分から逃げてた。僕が本当にしなきゃいけないのは、何かを変えることでも成し遂げることでもなく、自分を好きになることなのかもしれない。僕は自分をやっと受け入れることができそうな気がします。自分が女だってことにも。
あの時憧れていた探偵に、気持ちでもまだ慣れていないってことにも。僕は女で、探偵で、そしてあなたや皆さんと一緒に真実を追い求めるものです。あなたといると自分がとても怖くなります。自分の本当を認めてしまった途端に、何かが全部溢れてしまいそうで。でも僕は言わなきゃいけませんね、本当の気持ちを。あなたのことが好きだって。とにかくそういうことみたいです。なるほど、ここで毎日寝起きしてるわけですね。どうもあなたの趣味とは違うものが散見される。仮住まいだからかな。テレビの位置からすると、真夜中テレビを見るのは。それより、すみません、急に押しかけることになっちゃって。今日はあなたに渡したいものがあったので。僕が、その、作ったんです。これ、受け取ってください。こんな工作、久しぶりにしましたよ。実家に戻ってからなら、カメラと通信機能くらいはつけられたんですが。でも光るんです。僕のもお揃いで作っちゃいました。くだらないとか、子供っぽいって笑わないでくださいね。僕はいつしか探偵が重荷になってた。探偵の僕にしか意味がないと思ったから。でもあなたが、男でも大人でもない僕にいる意味を与えてくれた。先輩、僕はあなたといて探偵でよかったなって思ったし、その
僕が僕っていうのおかしいですか？そっか。私やっぱり恥ずかしい。こんな言葉を使うなんて思ってもみなかった。でも変われるんですね。今の自分なら少しは好きになれそうです。僕の中にこんな可能性があったんですね。僕はずっと見るべきものを見ていなかった。僕を思ってくれる人たちと僕自身をです。探偵の子供の女のそういう僕である前に一人の僕はただの僕です。あなたと会えてよかった。ですね。そのなんていうか、この気持ちの謎はとっくに解けてるんですけど、あなたが好きなんです。